はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は先日作りました VST リストのメンテナンスソフトですね。VST のプラグインが Windows の C ドライブにいろいろ入っているわけですけれども、それを見たり管理したりするためのソフトを作りました。それを公開していたらですね、そのソースコードを見てみたいと、 コメントをいただきましたので、ソースコードをですね、皆さんに暴露しようと。そういうようなことで暴露をしてみます。まあ、今画面にあるようなこのソフトなんですけれども、例えばこのソフトをちょっとですね、背景が真っ白ですよね。これ薄い黄色にでもしてみましょう。どうやって僕がプログラムをしたかというのが、 わかると思うんでですね。まず、ここにソースがあります。このソースをすべて選択してコピーしますね。そして、チャット GPT に聞きます。これが最終のコードです。これのリストの背景を薄い黄色に 変えるにはどこを直したらいいですかはい。ここからエンターを押します。どのぐらいでこの約300行ある文章をですね、読解するか。まあ多分1秒以内に回答が始まると思いますけれども、ここでドーンします。よーい、ドン はい。こんな感じで出てきました。リストの背景を薄い黄色に変更するのは以下の手順を実行する必要があります。はい。これで背景が黄色に変更されます。ということですね。CreateWidgetMethod に以下のコードを追加します。という風になっています。ちょっと見てみましょう。左の方のソースに目をやってください。はい。今一番上の方に クラスアプリケーションというのがあります。で、その下にですね、ここですね。はい、今ちょっと反転させますが、ここに CreateWidget というメソッドがありますということで、そこにこのコードを追加します。スタイルとかですので、ちょっとやってみましょう。このまま右をコピーします。えー、どこにでもいいと思うんですが、 もうやってあるところがあったらですね、書き直したら難しくなるので、スタイル、デム、ユース、そんなところはないですね。ですから、じゃあ、ここの先頭に入れてみましょう。はい。このようになりました。この Python というのはですね、頭をしっかり揃えておかないと、うまくできないんですね。例えば、このようにして、DefCreateWidget ここのところにこのようにこれを足しますね。そして保存をします。今度はそれをやったらですね、ここでこのソースがあるところと同じところにですね、コマンドプロンプト。これを入れてあります。これを起動します。今はテストというやつだったので、ここでまず Python と打ちます。そしてスペースのテスト .py と。 します。これで実行してエラーが出なかったら、ちゃんと黄色くなると思うんですね。はい。まあこれは、 管理者権限用の僕が作ってあるプログラムでエラーではありません。この画面が出てですね、管理者モードで立ち上がっているかそうでないかを判断するためのこういうソフトにしています。このソフトは C ドライブを扱いますのでですね、管理者宣言で立ち上げてもらった時だけ触れるように、いわゆる安全を期してプログラムをこのように書いています。で、OK を押します。 背景が黄色になるか。はい。なりましたね。このように背景が黄色になります。このようにしてですね、今見ていただいた通り、プログラムの知識はなくっても、今現代のプログラム、これももちろんチャット GPT でいろいろ聞きながらプログラムをしたわけですね。そして、このソースコード全体を向こうに渡してあげて、これを見てくださいと。 このコードの中でどこをいじったら色が変わりますかというふうにしたわけです。こういうふうにしてプログラムを作っていくわけですね。ですからこのようにプログラムの知識がなくてもプログラムができる。ただし言っておきますがやっぱりプログラムの経験がなかったらですね、なかなか 完成品を作るというのは難しいと思います。なれなら、先ほどありましたように、管理者権限でやらないとダメだろうなということ自身が分かってない人には、それを作ることができません。例えば、今、ここにサイズというのがありますが、101.9、101.9ということで、多い順にずっと並んでるんですね。 ただし、これが数字だからこういうふうになってるんですけれども、通常はですね、こういうのって文字とかで返してしまうんですね。そうしましたら、101は98よりもですね、9がつくから先に来てしまうというようなことが起こり得るんですね。そういうことが起こり得るということ自身を知らないと、プログラムというのも なかなか完成品まではできません。今日現代、2022年の11月にチャット GPT ができてから YouTube とかに上げているこんなことできるあんなことできると書いてる人はですね Python で時計のプログラムを書いてください。しゃー、ああ、できた。これはすごい。そらすごいんです。確かにすごいんですけれどもですね。時計は どういうような状態でどんなサイズでないと実際はダメなのかとかですね。本当に時計の数字だけでいいのかですね。日付も入れるのか。そういうようなことをやはりプログラムの規格としても分かっていないといけないですし、背景の今のように色を変えるときも上のカラムの見出しの部分ですね。ここで言えば緑の部分。 そこをするのか、下の方にある灰色の部分をするのか、こういうのはボトムと言いますけれども、そういうような基礎知識はやはり必要なんですね。ですから、そういうところを皆さん一緒に学んでいきましょうということで、プログラム講座というのを僕はスタートしてるんです。もちろん本気でやりたい人は、 コマーシャルするわけじゃないですけれども、ある程度はスタートだけは習ってもらうというか、そういうのじゃないとなかなか簡単にはいきません。おもちゃのようなものがピュッと作れるぐらいだったら、僕の動画を見てくれただけでもいいと思うんですけれども、今画面に出してるようなこういう管理をするということになりましたら、システムホルダーというのは、 管理者権限がなかったらうまくいかないわけですね。そういう時にエラーが出た時にチャット GPT に聞き方ですね。それを学んでいくということが大事なんです。解決はほとんどチャット GPT がやってくれますが、たまにはですね、間違うんですね。だから、すいませんでした。私の間違いでした。あ、ここが抜けてました。とか言うんですよね。 指摘をしないとそれがわからなかったり、最後はたまには今の私の能力ではそれはわかりませんということもあるんです。皆さん、そこまで本格的にチャット GPT にプログラムを作らせていないからですね、どこまでのことができるかまだ判断つかないんだと思います。ということで、ちょっと余談になりましたが、 僕のこの VST プラグイン管理、このソフトをですね、公開しようということで、僕のホームページですね、また概要欄には貼っておきますけれども、ここの開発アプリのところにですね、このようにソースコードのダウンロードができるようにしました。ソースコードの方は、ちょっと見ていただきますけれども、そのダウンロードしていただけるやつです。 ちゃんとですね、このように PDF にしました。こうやって確認していただけるようにですね、しましたので、皆さんはこれを見て、まあ勉強するというか、あ,あ、ここまで複雑にできるのかというようなことをですね、これ約300行あるんですけれども、見ていただいて、まあ中身を見るというよりも、 チャット GPT に関心してこいつは偉いと思ってもらうということですね。え先ほども試したようにこれを投げかけたら1秒ぐらいで中はどんな風に処理してるかを判断できるんですね。これをもしプログラムがものすごく達者な人でもパーっと眺めて わかるということはないと思いますね。ずっと考えて1時間とか2時間とか分析をしないとですね、人のプログラムってなかなかわかりませんからね。ですから、チャット GPT の凄さを体験していただくために、僕はソースコードを公開しましたので、皆さん関心のある方は見てください。という今日は全く内容のない おかしな動画でしたけれども、チャット GPT の世界、そして Python というプログラム言語、このことを少しお話しさせていただきました。村長でした。